見事赤い鳥の娘を勝利に導きました戸崎啓太ジョッキーです。おめでとうございました。ありがとうございました。改めて最後の一冠手にしました、今のお気持ち聞かせてください。まあ、今日はあのアイドルホースの強い馬いましたけども、まあ、最後の一冠ということで、まあ、この前乗せていただいたことも嬉しかったですし、こうやって勝つことができてよかったと思います。道中のレースプラン、戸崎ジョッキーのこう理想通りにいったんでしょうか、そのあたりいかがでしたか。そうですね、ある程度いいポジションは取ってと思いまして、まあ、それに応えて馬もスタートも良くて二の足もついてくれたのでいいリズムでポジションでいけました。戸崎ジョッキーのおっしゃる通り前には純白のアイドルホースがいて非常に、まあ、目印といいますか目標にもなったと思いますが、直線の手応えなどいかがでしたか。もう手応えはありましたけども、もう前に、といましたのでね、それを見る形でいきました。まあ、反応よく直線も伸びてくれて、強い競馬だったと思います。改めて戸崎ジョッキーは久しぶりの、まあ、赤い鳥の娘騎乗になりますが、この秋騎乗してその強さどのあたりに一番感じましたか。まあ、今日の雰囲気を見てもすごくもう一段階今までよりも上がったなという感じで、返し馬レース受けましたし、まあ、非常に今後が楽しみになりました。お父さんはディープインパクト、お母さんはアパパネと、本当にこの馬も超良血馬だと思いますが、そのあたりファンの方も多いと思います。最後にメッセージをお願いします。はい、この血統で、僕も今まで何とかたくさん兄弟乗せていただいたんですけども、なかなか結果出なかったですけど、こうやって G1 勝つことができて、とても嬉しく思ってます。まだまだ成長すると思いますし、今後が楽しみだと思います。応援よろしくお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございました。戸崎啓太ジョッキーでした。ありがとうございました。